こんにちは。私は妙高山市の中です。今、私のいるところは中国山西の本場産地である雲南文山です。全世界を見渡すと、山西の栽培に最適な範囲は北緯 23.5 度付近、海拔1200から2200メートルの間ですが、このような条件に合致する場所は本山と周辺の少数のエリアだけです。私の後ろには妙高山市の栽培基地です。海拔1631メートル、北緯23度49分にあるので、本場の生産区で栽培されており、品質が優れ、効果が最も高いです。山市はどのように栽培されているのか、今すぐ基地の中をご案内いたします。ここは標準化、規範化栽培基地です。私の後ろに青々と茂っているのは山西の三年ものです。頭上には妙高の特許技術、山西専用遮光網が見え、その立地距離は175センチ、光透過率は 10% から 30% です。私のそばに立っているのは遮光網を支える棒です。棒と棒の間の距離は均一で、横に見て、縦に見ても、長めに見ても、一直線上にあります。カゴ面には松針が仕掛かれており、温度や湿度を保つことができます。上さん、何をしてるの？よもぎを敷いてます。よもぎの働きは何でしょうか？よもぎは天然の有機肥料で化学肥料の代わりになります。また、棒には色板がたくさんあるのも見えますが、その役割は何でしょうか？これは物理防虫板で殺虫農薬の使用を下げることができます。では、今、一株山椒を掘ってみせてください。私が持っているのは山椒の全株です。枝葉の部分は切り口、手根、歯根と冷え根からなっています。手根の有効成分の含有量は最も全面的で主要な薬用部分でもあり、歯根の有効成分の含有量は比較的に低く、分散では一般的に薬膳として使われています。妙高の高品質産地は収穫後、24時間以内に加工工場へ運送し、各部位の分解、洗浄、乾燥を行います。このような良質な産地は、優良品種を選択し、本場の産地で標準化、規範化された栽培管理技術を通じて、3年の時間を経って、すなわち2万6000時間以上、心を込めて栽培してこそ成長することができます。なぜ目の前の産地がこんなに健康で病虫害がないのかというと、国の品種原理賞を獲得した唯一の固定構成、固管有品種を選んで栽培したためです。固定構成の産地は病気になりにくく、農薬の使用を減らすことができ、固管有量の産地は有効成分が国の基準より安定的に 30% 以上高いことを確保できます。皆さん、トレース番号を見てください。この番号は山西の身分証明書で、この数字は山西の一生を伴います。これは家庭のトレーサビリティの体験でもあります。だから、妙高の山西はより安全で、より効果的で、より信頼性があり、フルトレーサビリティができます。一致した優良品種、一致した技術、一致した管理、一致した文化により、また、丹念、愛、自信、責任感を持って、妙高山市は品質と生産量の安定する、コストの制御可能な山市を生産しています。